こそ我が望み、類いもなき我が主よ、昼も夜も輝く我が光、我が全て、まことなる御言葉よ、共にいます我が主よ、我を神の子として新国日本の行方。 BC 2000年頃、アブラハムはメソポタミアのウルから父テラに連れられてハランに移住した。ハランは多神教月神信仰の盛んなところであった。アブラハムは3人の妻をめとった。ハガルがイシュマエルを、セイサイ・サラはイサクを産んだ。アブラハムはサラが死んだ後、もう一人の妻ケタロを迎え、ケタロはジュムラン、ヨクシャン、メダン、ミディアン、イシュバク、シュアハを産んだ。アブラハムは175年の生涯の最後に全財産をイサクに与え、他の子供たちには贈り物を与え、彼らを東方の国へ行くように命じてイサクから遠ざけた。これらの子孫の一部は大祖アブラハムの遺言を果たすために日いずるところの極東日本へ渡ってきたと考えられる。また古代イスラエルの失われた十氏族や東回りのキリスト教なども波状的に渡ってきている。日本には1万5000年前からの縄文文化があり、その土壌の上にアブラハム信仰を継承した子孫たちが土着、新国日本の伝統文化を築いてきた。聖書4000年の信仰はアブラハムの遺作献祭から始まる。あなたが神を恐れることがよく分かった。あなたは自分の愛する子さえ惜しまないで私に捧げた。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。アブラハム信仰と同じ神事が長野県諏訪大社で毎年4月15日に行われる。御頭祭という神事は遺作献祭そのものであり、驚くべき事実です。日本は今皇室を中心として身代わりの神事が続き、緊張を強いられる日々となります。神事は人情を許さない。新国日本の癒やさかを祈りましょう。